最大波 3.2 メートル以上という非常に大きな津波が発生しました。岩手県の南部です。宮城県との県境に近い岩手県の南部、三陸沿岸、そこで起きました大船渡の津波の様子をご覧いただきました。そして、新たな情報が入ってきたようです。新たな情報がこちらに入ってきました。お伝えします。国内では観測史上最大のマグニチュード 9.0 を観測した今回の大地震での死者・行方不明者は合わせて1900人以上となっています。また安否がわからない人は2万人を超えています。11日の地震発生から丸2日が経ちましたが、なお活発な余震活動が続いており、気象庁は今後の余震の見通しについて、今日の午前10時から3日以内にマグニチュード7以上の余震が起きる確率は、気象庁は余震への警戒を呼びかけています。警察庁などによりますと、13日午後4時現在での地震による死者ですが、最も多いのは岩手県の329人、次いで宮城県で244人、福島県で208人などで、全国で829人に上っています。そして馬場さん、はい、今画面の右下でもご覧いただいていますが、まだその津波注意報というものが出されていますね。はい、現在も津波注意報が発表されている地域は、北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県九十九里外房、和歌山県、三重県南部、高知県、宮崎県です。